能登に根ざした能登人をゲストに招き、そのお話を聞いています。今週はリモートでの出演です。輪島市の中島酒造店中島良太郎さん、そして小松市の東酒造二見秀正さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは中島さんについて紹介します。中島良太郎さんは輪島市ふげし町で明治時代から続く中島酒造店の8代目です。能登末広の銘柄でも知られる中島酒造店は、今回の地震で蔵が潰れるなど大きな被害を受けました。中島さん、当時の様子について教えてください。はい、蔵や店舗がすべて全壊してしまったので、酒蔵の再建っていうのがすごい難しいなと感じていました。はい、そうした中、潰れた蔵の中から酒米を見つけた中島さん、仕込みを終えた小松市の酒蔵で場所を借りて酒造りを再開することになりました。その酒蔵というのが、今日もう一方出演していただいています、二見さんの東酒造です。新鮮の銘柄を見たことがあるという方も多いかもしれません。二見さん、この中島さんを迎え入れる、ここにはどんな思いがあったんでしょうか。私自身も、実家が珠洲でして、家がちょっと倒壊しまして、それもあったんですけど、社長が、うちの蔵を使って何かできないかということを言ってくれたので、それなら、自分自身で本当に日本酒を作りたい、人間をちょっとやっぱ受け入れようと思いまして、この中島良太郎に声をかけました。なるほど。中島さん、その思い受けての酒造りということですけれども、このあたりはいかがですか。はい、ご連絡をいただいたときに、酒蔵同士の絆というか本当に温かく感じまして、またこの今年も能登末広を絞ることができて、また販売できることをすごくありがたく思ってます。はい、実際に初絞りはもう終えられてるんですよね。はい、はい、今ご覧いただいている映像、初絞りの様子ということで、そして今月からまた能登末広を販売することができたということで、こちらの様子ですね。この表情というのは本当に印象的でした。そうした中、この度中島酒造店と東酒造がコラボした日本酒が販売されることになったそうです。そのラベルというのがこちら、和紙が貼ってあるだけで何も書いてありません。中島さん、こちらどんなお酒なんでしょうか。はい、今回このですね、名前のない日本酒というお酒を作ることに今回挑戦させていただきました。私と二見杜氏、二人の杜氏が製造計画から最後の酒造りまで全て行うことで、中島酒造店とこの東酒造さん、二つの蔵でやることで、能登末広でも、新鮮でもないお酒ということで、名前のないお酒という形でやらせていただきます。はい、二見さん、この別の酒蔵の杜氏さんが一緒に酒造りをする、あんまり聞いたことがないようにも思いますが、このあたりいかがですか。そうですね、それよりもその、この良太郎が本当ひたむきに、一生懸命、頑張る姿を見ていて、本当に受け入れてよかったと思いますし、その良太郎と一緒にこのお酒を作れて本当に嬉しかったですね。そうですか。さあ、この、名前のない日本酒、来月中旬以降に出来上がるということです。クラウドファンディングなどを行うサイト幕開けで応援購入という形で手に入れることができます。応援購入した金額は中島酒造店再建に向けた費用に充てられます。では最後に中島さん、今後への思い聞かせてください。はい、またいつか輪島の地でお酒造りができるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、今日はここまで輪島市の中島酒造店中島良太郎さん、小松市の東酒造二見秀正さん、二人の当時にお話を伺いました。ありがとうございました。